山頂町山頂町,町は、福井県小浜市の大浜香取、飛鳥地区にある茶屋町。現在も古い家並みが残っている。福井県内に残る数少ない花町であり、今も芸儀を抱えている料亭もある。千本講師の家々が軒を連ね芸儀の三味線の音が流れ、情緒豊かな通りが残っている。かつて西組、中組、東組に分かれていた。 小浜城の城下町の内西組に属する。西組の町並みは、近隣の昇華町や寺町を含め、小浜市小浜西組の名称で、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、伝統ある町並みの保護と活用が進んでいる。小浜料亭事業共同組合は花町である山町町の定義の世話を50年間してきたが、高齢化、後継者不足。 宴会場の様式化などの影響で2008年3月31日に解散した。山町町は旧柳町、漁師町、寺町を含む地域の通称で3つの町が名称の由来であるとされている。柳町を中心に北側の漁師町、西側の旧葵町、東南の旧清水町の一部で東西二筋の道路に面したエリア、 町筋の長さが三丁程度で名称の由来とも言われる。江戸時代の漢文年間には茶屋町として成立し、その頃オバマの夫大銀の半分を収めるほど繁栄していた。江戸時代には一部が遊郭として栄えた。もうごめんオバマ遊郭現象棋1月中花大番付によると、東西の横綱、大関とされたものは1万千から1万4千円であった。江戸時代末期に、 オバマを何度も大化が襲ったため、防火用に堀川を改作した。その際に、遊女たちもオバマ奉行や町年寄りらと共に献金し、協力した。昭和初期までは若さを代表する観楽街で、最盛期にはお茶屋が48軒あった。お茶屋では土蔵がなく、通り庭を持たない。ベンガラ塗りの出荷子が主流で、日差しに出窓が張り出している。 現在も面影が残る建築物は町並み図書区の館、よもぎしまろう。瀬八落ち工術による狂わくしに当時あった沖屋39軒の名称が並んでいる。ありがとうございます。